液晶ペンタブレット本体の角度を調整し、作業に最適な位置で使用しましょう。腕をスタンド開閉レバーとほぼ同じ高さにし、正面から液晶ペンタブレット本体を持ちます。本体を倒すには、左側のスタンド開閉レバーをゆっくりと手前に引き、スタンドのロックを解除し、水平方向に倒します。本体を起こすには、右側のスタンド開閉レバーを手前に引いて、本体を垂直方向に起こします。傾斜角度が25度以下の場合、液晶ペンタブレット本体をスタンドに取り付けた状態で回転させることもできます。液晶ペンタブレット本体を持って、お好みの位置まで回転させてください。